ちょっと待って、こいつは無理だって、絶対倒せないから。これはさ無理だ、危ない危ない危ない、ちょっと危ない、おお怖っ。はい、こんにちは、こんばんは、あなたの中堅ラッシーです。というわけで今日もですね、恐竜世界でサバイバルやっていきたいと思います。ということでですね、前回、こちらの右手に おります、ハジマリオンをゲットしたラッシーさんなんでございますが、今日はですね、皆さんお待ちかめ、アークといえばラプトウィーンゲットしていきたいと思います。さあ、アークらしくなってまいりましたね。と言いますのもですね、前回ですね、レベル21まで上げたんですが、はい、こちらラプトルのサドル作れるようになっておりますということでですね、まあ、これはもうアーク第3話目といえば必ず恒例の行事、ラプトルをですね、テイムしていきたいと思っております。ということでですね、虫に襲われても大丈夫なように松明を修理した上で、このちらのねポーラを作ってラプトルをね捕まえに行きましょう。そんじゃね、準備できたら早速行くぜ。はい、エッサホイサエッサホイサということですね、到着いたしました。近いそうなんです、こちらですね、いつも見ている洞窟とは違う洞窟の反対側の出口なんですけれども、こちらから出たところにですね、もういるのは、ね、分かってるんですよ。前からずっといるんですよ、奴らは。いますね、ほらほら、あそこに、これ前回作った望遠鏡なんですけれども、見てください、レベルの方はいかほどか、60レベル、いいんじゃない、130レベル、ちょっと待って、ちょっと待って、高すぎる、95、3体いるぞ、3体はきつくないか、130レベル、そしてきつくないか、これ。まあ、ラプトルはね、いくら麻酔屋で寝やすいとはいえ、ちょっと厳しいな。ちょっと待ってよ。3体はきついぞ。もう3体いたよね。ちょっともう一回見てみよう。130レベルと95レベルは見えたんだけど、60レベルもいた気がするんでね。ちょっともう一回見てみましょうね。95レベルですね、こいつは。95レベル、そして130レベル、そして60レベル、今一周ずつ。いた、やっぱ60レベルいる。いや、3体はきついな。2体だったらなんとか抑えられて、ちゅうか、その奥のパラキャラくんの模様はダメだろう。それじゃあもう完全に、キリンです。はい、というわけですね、早速脱いできました。なんでやねん。違う。あのね、見せたがりじゃないよ。あのね、3体ラプトルいたでしょ。ちょっと3体はきついんですね。2体だったら1体足止めして、1体なんとかもう1回足止めして、麻酔屋でとかってできるんですけど、3体だと、ちょっともうそれも、もうあの、なんて、ジェットストリームアタックかけてくるから、奴ら。踏み台にして、1体を踏み台にして襲ってくるからさ。それだとちょっと無理なので、これね、体を張って1体をあそこに足止めしつつ、2体を、引きつけてですね、なんとかこう、群れを分断するというね、作戦にラッシーさん出ようと思います。さあ、ここで、痛い、なになに、ちょっと、やばい、ちょっと待って、想定外の攻撃を受けたんですけれど、これ、スタロマソルジャー、おい、ちょっと、いつもよりちょっとか、今、おい、ティタノマソルジャー、ちょっとやってくれんな。さすが最高難易度マップなんじゃねえか、これ。ちょっと待てよ。いや、今どうだって全然分断できてなかったよね。まあいいや、ちょっともうこのまま裸一貫でいくか。裸一貫で。このままちょっとこの体を使ってなんとか群れを分断したいところ。いや、ちょっと待って、突然のティタノマソルジャーだったなぁ。あいつちょっと厳しすぎやしないかい、ということでですね。どうですかね。全然分断できてないですね。いや、参ったな。まあちょっと荷物は持ってなかったんでよかったんですけど、まあでも、多少距離ができてるな。多少距離ができてるから、なんとか、こっから、来い、来た、よしよし、こっちに来い、よし、いいぞ、引っ張ってこれてるような気がするけど、どう、来てる、オッケー、逃げろ、こっちだ、さあどうだ、この辺でどうですか、この辺で、かなりこれで分断したんじゃない？ 2 体来てるよ、2体、いや、3体も来てるか、強い、130レベルの一撃、めっちゃ強ない、あ、やべえ、しまった、ベッド、あ、寝袋作んの忘れてた、ベッド、ちょっと戻れないんだけど、これどうしたらいい、やばいな、今、拠点に戻れないな、あと5分は、
困りましたね。これどうしましょうかね。まあでも大丈夫です。ラッシーさんがこういう時でもラッシーさんは全然ね、ラッシーさんレベルのアークニストになるとですね、まあこういうトラブルがあってもほらいた、ほらいた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 、たまたまですけどね、ティントベリーがあれば、あいつを仲間にできるので、ティントベリーこうやって拾ってきて飛んで、いやあんなに都合よくいる？モスコプちゃんすごくない？ちょっとでも今ノーカットでお送りしてるから全然ラッシーさんの仕込みじゃないということがね、皆さんには分かっていただけると思うんですけど、ここでこのこやばい、ちょっとあっちからイノシシ来てるけど、これでティントベリー上げて、ほらモスコプちゃんゲットして、こいつはサドルなしでも乗れるから、乗って乗れば、ほらティタノマソルジャーも全然倒せる余裕で、やばい来た、イノシシが来た、ちょっと待って、ごめんってごめんって、違うって、違う、これで華麗に、これで華麗に拠点に帰るところをみんなに見せるんでしょ、飼い主の皆さんに。ラッシーさんができる子であることをお見せしたかったのに、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつは無理だって、絶対倒せないから、絶対倒せない。よし、あのパラケラになすりつける、なすりつけろ、よしよしよし、距離が空いたぞ、距離が空いたぞ、パラケラにはなすりつけらんねえか、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、イグアノドンになすりつける、やばいやばい、来た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 、あのイグアノちゃんになすりつけよう、なんとかなんとかなんとか、おいおい頼む頼む頼む、よっしゃ、ナイスイグアノちゃん、よし、なんとかギリギリ、なんとかギリギリ、来ましたね、オッケーオッケー。でももうこの HP しかないから、ラッシーさんには絶対に拠点に帰れないと思ってるでしょ皆さん。甘いですよ、甘いですよ。確かラッシーさんの記憶ではですね、モスコプちゃんはですね、肉も食べれるんです、肉も食べれるので、肉を食べさせてここはね、回復していきたいと思います。じゃあその肉どうすんのと、言ったらですね、そうなんです、このマップはですねジェネシスマップですよ皆さん、忘れてるんじゃないですか。ヘレナちゃんにですね、お肉をもらって、ね、こいつをちょっと、ね、回復させていきましょう。はい、ちょっとね、ここまで怒涛の展開だったんで、皆さん脳みそがね追いついてないかもしれませんが、大丈夫なんですよ、ラッシーさんは全部わかってます。はい、ここからこいつに、ほら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 、いけるよいけるよいけるよ。肉食恐竜はね、こうやってね肉をねバカ食いさせることによってね、無理やり回復することがね実はできるんですよ。そうなんです、そうなんですよ。なんでこの技を使って、肉をですね大量にこいつに、食わせて、なんとか体力を回復を図ろうというところなんでございますな。さあ行くよ行くよ、ほら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 、ほらガンガン回復していくから、これほら見て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 ね、これほらみんなの大好きな大食いじゃんこれ再生回数伸びねえかな大食いだよ、ほら大食い、モスコプちゃんが、生肉を100枚食べますどうこれダメか全然ダメか。ラッシーさんだって E ボタン押しっぱにしてるだけだもんね。ほらでもさ、みるみる回復していくでしょ、ほら希望が出てきたんじゃない。ラッシーさんここで、いやちょっと待って、来たこいつ、嘘嘘、ちょっとラッシーさん帰れると思ったんでしょ余裕で帰れなかった、ちょっとやっぱベッド復活してから帰ります。よし、なんとか、自力で拠点近くまで戻ってこれたぞ、やった。走ってきました命かけで命かけで走ってきましたけども、なんとか戻ってこれました、やったやった。ちょっと待って、今ね、じゃあちょっと、拠点に戻って体勢を立て直すわ。ちょっと待ってよ、ヘレナちゃんにいろいろ助けてもらう。はい、なんとかね装備を作り直しました。ここでですね、ちょっと、体を張ってラプトルを分断できたのか見ていきたいんですけれども、さあどうでしょうね、こっち側にはいないですね、いないな、向こうに2-1で分断できればかなりいい感じなんですけど、どうですか、います、あ、いるね向こうに、あ、いたいたいた、なになに、いたいたいた、いたいた、びっくりしたびっくりした、95レベルこっちいたよ、向こうにチラッとしか見えなかったけど2体いたから、こいつ1人分断できたんですね、ナイスナイス、やったじゃん、捕まえられたじゃん、これテイムできるでしょ、95レベルならマスイヤ 4-5 発撃てば寝るはずですけどね、どうでしょうか、ほら寝ろ、ほら寝ろ寝ろよ、あれ寝ない寝ないぞ、うわやばい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 、溶けた溶けた溶けた、嘘嘘嘘、寝るでしょこれ、寝るでしょ寝るでしょ、おい寝ない、いや X 強すぎだろ、
ちょっと難易度高すぎない？ラプトル全然寝ないんだけど。今までのラプトルだったら速攻で寝るはずですけどね。いやちょっとね、さっきの95レベルは残念ながらどこかへやっぱ麻酔が効いてたから逃げてしまったようです。でね、 X がやっぱ想定以上に強いので、こちらのトラップ、これをね作りました。ヘレナちゃん様々ですよね。つうか X が想定以上に強すぎて、普通麻酔は3発ぐらいで寝るんだよな、ラプトルって。あんな強くないんだけどな。まあ念には念を入れてトラップ使っていきましょう。さあ行きますよ。準備はいいですか皆さん。心の準備をしてくださいね。ラプトルがさあ一応ね、右から襲ってこないかだけ確認して、いるね、いる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 、向こうにいますね。こっちにもいないよね。よしよし、行くぞ行くぞ。さあそこにいるから、ちょっと遠目から矢で狙っておびき寄せたいんだけど、当たるかな、ラッシーさんのクソエイムで。ちょっと遠すぎますねあれだと。こっちから来ないか、もう一回確認をして、近くに来た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 、よし行けるぞこれ、行けるぞこれ、なら当てられる。ほら当たった、さすがラッシーさん、すごくない、この距離で一発。よし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 、さあ来い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 、だいぶ上手くなってるねラッシーさん。勘を取り戻し始めて、来てる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 、はいおいで、はいおいで、はい、うわびっくりした、うわ怖い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 。130レベルが釣れました。さあドア閉めて、オッケー、釣れた釣れた。え、60レベルがいなくない？ちょっと待って、どこ行った、どこ行った、どこ行った、60レベル。ちょっと待って、こいつはまあ捕まえたからいいとしてよ、いいとして、こいつちょっと眠らせる。いやちょっと待って、60レベルどこ行ったんだ、60レベル。ええ、こいつ眠らせる。いやちょっと待って、ちょっと待って、あちょっと待って、今、え今メイトブースト入ったよ、ここに、近くにいるよ60レベル。どこにいるんだよ、どこにいるの、いなくない？ちょっとやばいなこれ、この状態でテイムはできないぞ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、今ブースト入ったから、いた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 、あそこにいたよ、あそこに。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、来た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 、逃げる逃げる逃げる、危ない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 、危ない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 、下にいる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 、これどうしたらいいの、どうしたらいいの、こっから狙う、こいつをこうやって、こうやって狙えねえな、あれ当たんねえぞ、どうしたらいい。あいた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 、なになになに、逃げた逃げた、なんだあいつ、捕まえよう捕まえよう捕まえよう、ちょまずこいつからテイムしよう、こいつから。ちょっと待って、ちょっと待って、そっち行ってもラッシーさんの拠点しかないから、ちょっと待って、ちょっと待って、バトルになっちゃうからね、危ない危ない危ない。始まり音とさ、バトルになったら困るから、ちょっと60レベルから、まあ、60レベルだったらサクッと寝るでしょね。これは5、6発で寝るんでしょ、だって普通のアークだったら2、3発で寝るよ、それ。ほら、ほら、全然寝ないんだけど。え ?X やばくない？やべえ。どんだけいんの？何倍？何倍これ ?4。あ、すごい。全然。全然寝ない。超強いよ。これはさ、無理だ。危ない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 。ちょっと、危ない。おお、おお、怖っ。危ない。ギリギリだったね。おお、見た、ヘレナちゃん今の。ちょっと肉ちょうだい、ヘレナちゃん。ヘレナちゃん、肉肉。いや、びっくりした。おお、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 怖かった。オッケー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 。いや、X ラプトルめっちゃ強い。色いいなぁ、こいつ。黒青なのかな、黒青、ちょっと待って。これあれか。松明つけてみたらわかるかな、ちょっと待ってよ。よいしょ。あ、違う、赤青だ。めっちゃかっこいいじゃん。ほら、見て。やばくないこのかっこよさ。60レベル。ほら、おお、めっちゃかっこいい、これ当たりだよ、いいですね、かっこよすぎる、いいねいいね。でちょっとこの調子で、130レベルの方も、捕まえていきましょう。130レベル何色だ、ここの面さ暗すぎてさ、色とか全然わかんないよね。まあ、だからさ、あの誰かがコメントで言ってくれてたんだけど、あのオーシャンマップの方が生活しやすいんじゃないっつって、うん、ラッシーさんもそう思う。だけどさ、あそこさ、あの土地がなさすぎてさ、で毎回その同じ場所に行くってできないでしょ多分、あのヘレナのワープ使っても。だからさ、どう、イカダハウスを作って、でもイカダハウスに乗れるかな、乗れるか、海の中からまあ乗れるようにして、でそこにファストトラブルで行くとかさ、そういう風にしないと、
行き来できないよね。こっちじゃないとさ、あの素材集めたりとかは厳しいじゃん。からさ、結構どうやって暮らそうかなっていうのをね、今いろいろ考えてはいるんですけれども、全然寝る気がないですねこいつ。めっちゃ元気なんだけど、めっちゃ元気。どうしようこれ。これダメかな。もうここまで走り回ってたら襲ってこないと思うんでね、もはや逃げ腰になってるから。だからあれかな、ポーラで足止めした。おい、ちょっと待てよ、うまいなあいつ。作詞、なんという作詞。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。頭隠してケツ隠さず。ちょっと待て、ちょっと待て、この野郎、ほら。早く寝てよ。いや全然寝ないねこれ。こんなラプトルいねえぞマジで。いやそうだからさ、そのオーシャンマップの方にさ行ってもいいかなって思うわけね。だからちょっとみんなどこに住んだ方がいいかとかって、ここさ暗くなるじゃんこれ、画面も暗いし。ちょっとみんなどこ住んでほしいとかさ、意見あったらさ言ってほしいんでね。まあ言うてもここのエイリアン沼地かオーシャンマップしかないと思うんですけど、あそこのね楽園さ加減は最高だからね、あそこ住みたいんだけど、もうちょっといいや、いい加減ポーラで足止めしよう。せーので、ほい、オッケー。でちょっとここから出て、オッケー、顔面に打っていくよ。1、2、3、4、5。はい、1、2、3、4、5。ちょっと死んじゃわないかが心配。130レベル大丈夫かな。まあ130レベルだから大丈夫か。ほら早く寝ろよ。体のちょっとね血の色を見ながら行けば大丈夫だと思うんですけども、まあ最悪ヘレナちゃんで体力をね見るっていうのもありますけれどもね。さあどうだ、ほら、おお全然寝ないね。こんだけぶち込んでも寝ない、嘘でしょ。ちょっと待って、ヘレナちゃんでちょっと見よっか、寝るかどうか。あと体力どんぐらい残ってるかちょっと確認したいもんね。よいしょ。さあどれぐらいだ、ちょっと早い早い、見えない見えない、数字が見えない、数字が見えないから、あ寝た。ちょうどよかったですね、素晴らしい、ラッシーさんの塩梅。やりました、ヘリナちゃん。ちょっとじゃあ肉ください、肉。いやーやっと捕まえたよ、ラプトル捕まえんのにこんなに大変だとは思わなかったわねえ。いやー大変でしたね。ちょっと肉くださいよ。オッケーオッケー、はい、じゃあ肉入れていきましょう。いやでもこのヘリナちゃんほんと便利。よし、いやでもほんとこの子いないと生きていけないわ。ほんと難易度高いですね、ジェネシス。あ、こいつは黒青でしたね。いやー、あの赤青の方がちょっとリーダーっぽい色してる気はするんだけどな。でもこの黒青は黒青でかっこいいな。130レベルだから、まあ、こいつがリーダーなんですけどね。まあ、キー、あれなんかキー攻撃されてるかと思ったけど、ダメージ食らってないみたいですね。まあ、ちょっとじゃあ仲間になるまで待ちましょう。はい、今ですね、まあ、これぐらい半分以上テイムが終わってるような状態でございまして、60レベルの子の方は、もうテイムが完了しましたね。89レベルになりました。ほんじゃちょっとサドルをね、作ってね、うん、やっぱこの色いいですね。サドル作って、つけさせてあげましょうかね。まあ、2つサドル作って、この子にね、つけてる間に、まあいいんじゃないですかね。あっちのテイムも終わるんじゃないですかね。まあ、ちょっと能力そんな高くないですね、 X ラップ。まあ、やっぱりテイムすると元に戻っちゃうんですかね。うん、まあでも攻撃力は高いか。はい、というわけでじゃあちょっとサドル作っていきましょう。はい、今ね、ラプトルのサドル作ったんですけど、重くて全然動けなくなってしまいました。見てください。ラプトルチョーンサドル作ったよみたいな感じに、ね、なってますけれども、もしくは聖火ランナーみたいな感じになってますけれども、スローモーションのねなってますけど、今サドルをね作り終わったんですよ、ラプトルちゃん。ラプトルちゃんできたんですよ、できたんです。ちょっとよし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 、オッケーオッケー、きた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 、じゃあちょっとサドルつけましょう。はい、来た、やったぜ。さあ向こうの、あ、130レベルも終わってる。あー200レベルいかなかったですね。でも193レベルならまあかなり良かったんじゃないですか。はい、入れていきましょう、ドーンとね、いうことで、
あの能力のね比較がしたい人はあのほら捕まえるテイムするテイムっていうかね、なんだ昏睡させる直前にヘレナちゃんでね能力見たと思うんですけども、その能力値と、今の能力値ねちょっと比較してみてください。そしたらどれぐらい上がったのかっていうのがね多分わかると思うのでね。ということで、この子もですね、テイムして OK、 やっと来た。これだよ、これこれこれ。さあアークが始まったね。完全にラプトルに乗ったらもうアークの始まりと言っても過言ではないでしょうね。さあちょっとこの二人を並べて、明るいところで見てみたいという感じでございますよね。じゃあ行きますよ、皆さんお待ちかね、松明をつけまーす。えい、ということで、おー、かっちょよすぎる、かっちょよすぎるな。あ、黒青もいいね、かっこいいね、やっぱり。あ、この赤青もねいいと思ったけど、ちょっとなんか砂漠仕様みたいな感じだね、こっちのね。うん、ネイティブアメリカンみたいな感じですね。こっちはちょっとモダンな感じしますね、黒と青の方もね。すごい、やりましたやりました、ついにテイムしましたよ。じゃこの2体がいればラッシーさんがなくしたの荷物を回収できるんじゃないか。早速ちょっと向かってみましょう。さあちょっとロスったアイテムをね回収しに行きましょう。ティタノマソルジャーなんかもうなんぼのもんじゃいですよね。おっちてこちゃんがね、いますね。さあこんな感じです。おお、来たー、アークー、アークー、いいね今のトンネルくぐったところも最高じゃない。さあ来ました、この辺ですけれども、逃した1匹の95レベルはいないみたいです。いた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 、ティタノマソルジャー瞬殺、瞬殺じゃないか、めちゃくそ強いじゃん、めちゃくそ強い。この虫とも戦うんですね、恐竜は。この虫な、恐竜でも倒せる、でも襲いかかってよ、今しかなんかよくわかんないけど、まあとりあえずでも、回収は、あ、ついてきた、はいはいはい、回収はできました、荷物。やったぜ、ラッシーさんの荷物。OK、OK。よっしゃ、全回収。イエーイ。はい、というわけですね、今回は高レベルラプトル2体ゲットすることができました。最高の取れ高ですね、次回はねちょっと、まあ、あのオーシャンどうなのっていうコメントを見つつですね、ちょっとこの子たちを捕まえるのにヘルネちゃんの、ね、ポイント使いすぎましたので、ちょっとねミッションをねやっていきたいなと思ってます。ラプトルがいれば多分いろいろ回って見て回って出るかなと思いますので、ぜひねまた見てくださいね。ということで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺ではまた見てね、バイバイ。